不審だ。迂闊にキューブを渡そうものなら暴走の可能性もあるだろ。考察が合っているなら素直にそうとだけ言ってくれぬか。いっそ鉄血だけは演習仲間から省こうかしらね。それはそれで別の問題に発展しちゃうわよ。赤城、必ず足並みを揃えて四陣営で行うべきだわ。キューブのことは伏せながら回収に当たるのだから、省いたりしたら余計な詮索を招いてしまうでしょうし。そうね、分かったわ。四陣営で足並み揃えましょう。うむ、話はあらかたまとまったみたいだな。くれぐれも誰の血も流さないように頼む。赤城、期待しているぞ。ありがとうございます。御心のままに。そうそう、獣王内の伝達については島風に頼もうかしら。私目でよろしいのですか。あいにく皆様のお話を半分も理解できてはいないのですが。むしろそれがいいのよ。あとは準備の日程と会場ね。それならあの会場リゾートを使えばよい。しばらくは催事もないのだ。あそこなら皆が集まるにもうってつけであろう。そうですね、お言葉に甘えそのようにいたしましょう。ではアタゴとタカオは設営を手伝ってくれるかしら。はい、心得た。となると私はまさか最も面倒な障害役か。はい、みんな行った行った。相変わらず人使いが荒いな、姉様は。仕方ないな、行ってくる。島風も了解しました。あら、新平ちゃん、綺麗な瞳をしているわね。せっかくの機会ですもの、獣王や他のみんなと一緒に頑張るといいですわ。みんなでも幸せになりましょうね。先輩の皆様方には存在感だけで圧倒されますが、この輪の中に加われて自分は今幸せです。お呼びがかかったのは私だけとはいえ、駿河殿もできればこの場にお連れしたかった。もっと話が弾んだでしょうに。何か嫌な予感、こっちで合ってる？おっと、みんなの様子の確認ですね。持っているか確認しましょうか。
駿河か。先日はご苦労だったな。少しは高尾と愛宕の説教で懲りたか。ええ、さっきまで始末書書いていましたし。そうか、せいぜい何かの糧にしておくれ。加賀さんは何を。ああ、姉様からまた厄介事を頼まれてな。これから各国の要人に会いに向かうところだ。そんなことが。急ですね。お邪魔をしてしまいました。構わん。ところでそういうお前は。どうした新兵、道にでも迷ったのか。私が案内してやろう。茶化さないでいただきたい。姉様を交えた打ち合わせは先ほど終わったところで、島風なら赤いブイが浮かんでいる航路で帰っていった。すれ違わなかったのなら道を違えてしまっているぞ。てっきり相方のことが気になってきたのかと思ったが、違ったか。いいえ、違いません。あやつのことを教えていただきありがとうございます。それでは引き返します。あの島風に足で追いつくのは至難の技だろうが、せいぜい頑張るといい。ではな。どっちなんだ。まったく、私何をやってるんだろうね。島風に会いに来た。それって何をするため。パートナーの縁ってやつだから。お礼なら前にもう言ったし、独り言みたいにだったけどさ、私は結局人が恋しいの。なんだかさっきより天候悪くない。 あれ島風、あんな海のど真ん中で何をしているの。隣にいるのは誰。ごめんなさい、今日はもう行かせてください。埋め合わせはいつか必ずしますので。いつかがいつなのかはっきりするまではそうはいかないな。落とし、まあからさまに。やこっちは大切。キラキラじゃん、一体なんだ。からこっち見てるようだけど、誰。知らない人です。あ、島風、私をかばってくれたの。そっか、ただの通りすがりの人か。ええー、そうよ、私はもう行くから。ちょい待ち、せっかくだからあんたにお願いするね。先日ここでドンパチあったみたいなんだけど、そこでほら、私の大事なこの機械もとばっちりで壊されちゃったみたいなの。本当に申し訳ないです。相手が精霊ということで島風躍起になっておりまして、区別もつかず。で、あんたさ、これ第三者的に見てどう。こいつさっきからずっと謝るだけなんだけど、かえってイライラさせられちゃうよね。でね、よかったら私の代わりにあんたの偽装でこいつを撃っちゃってよ。
実弾が怖いなら空砲で勘弁してやるよ。ね、いいじゃん、赤の他人なんでしょ、なら遠慮はいらないよね。それとも、やっぱりお友達のことは気にかかっちゃうのかな。この際私があんたを撃つのでもいいけど。こいつ私が誰か分かってて言ってる。それにむちゃくちゃ置いてくる。私は演習や戦闘以外で人を撃つことはいたしません。あなたたちお二人に私の処遇は委ねます。ああもう頼りにしないで、このバカ。何相手のペースに乗せられているんだ。そこのあなた、名前は？私あ、え、ここそんなところにどうして。あなた、それは落としちゃって。普通じゃない、一般人ならそもそもこの近くにも来れない。その壊れた機械、軍事用のものにも見えるけど気のせい？獣王の民に因縁をつけるならまずそちらの素性を明かしてからよ。この主張おかしい。こいつ、いい気になって。はい、そこまで。時間切れよ。ピュリッチだったかしら。戻りなさい。待てよ、お前が決めるな。この海域の担当は私だ。ええー、その通りね。そしてそんなあなたの行動を統括するのも私の役目なんだけど、これについては、これ以上おいたが過ぎるならレイに報告することになるけど、いいのかしら。ええー、もちろん私は別に構わないけど、まずいのなら今すぐ戻ってきなさい。3分なら待つ。それじゃ。命拾いしたな、お前ら。一体誰とどうやって喋ってたんだ。あの波が荒れてますのでお気をつけて。あんな奴のこと心配してどうするのよ。駿河殿、島風、またあなたに助けられましたね。そう、とにかく拠点に戻らない？はい。考えることは山ほどある気がするけど、ダメ、今は頭が働かない。これで臨時の関係者。はい、お任せくださいです。資材が足りない分は明石に発注しておくです。あとは雷、稲妻、浜風、そして夕立、みんなにも手伝ってもらうから大丈夫です。すまないな、あれもこれもお願いしてしまって。高尾さんこそ、この急なスケジュールの中、地区間のみんなの面倒も見ながらなんて、とってもお疲れ様なのです。拙者はこういった状況も修行の一環と捉えているからな。少なくとも苦ではないさ。ご立派なのです。どちらかというと、会議で赤城さんや皆の話についていく方が大変に感じるな。なるほど、
わかる気がするのです。そして先ほどからずっと熱い視線を感じる。綾波、突然のことで困ってしまうのです。そんなすぐには応じられないのです。あ、綾波さん、変な言い方はやめていただきたいのですが。ふう、お前ら一体どうした。特に島風とはさっき別れてからそう時間も経っていないはずだが、両名ともエンストでも起こしたような鬱屈した顔をしているな。正直なところ厄払いを受けたいです。おいおい、拙者の領分ではないぞ。また何かごたごたにでも首を突っ込んだか。つける薬もないな。高尾さん、二人のために演習場の一つを開放するといいです。今日はこの後使用予定がなかったはずです。ふむ、偽装テストの名目で試験機相手に打ち込んでくるか。それで心の落ち込みなら多少晴れるかもしれないぞ。よろしいのですか。それではお言葉に甘えさせていただきます。みんなの様子の確認ですね。頑張らなくてはなりませんね。少し待ってください。了解です。出番ですわ。よし、このままチャンス。こんなものでしょう。赤木さんには負けませんよ。それから数日は小規模の訓練に没頭することで気持ちを切り替えておりました。もちろん赤城殿に頼まれていた合同大演習開催の告知は方々を駆け回りバッ
っちり行ってきましたよ。獣王だけでなく他陣営の方も大勢参加されるのです。国中が湧き上がったのは詳しく説明するまでもないでしょう。そうそう、私が遭遇したあのおっかないお方、ピュリッチさんとはその後お会いしておりません。所属も含めていろいろと謎の多い方ではありましたが、偽装について楽しげに語る時の表情には裏表がなかったように思うのです。もしまたお会いする機会があるようでしたら、私が偽装の一つでも自力で直せるようになってから面と向かって話し合いたいものです。ピュリッチさんとは会わなかった一方、取材に燃える青葉さんと明石さんには日々追いかけ回されておりましたが、そしてそんな1週間の後、早いもので合同大演習の初日と相なったのです。さて、それはそれとして、駿河殿、こうやって何度もお並びできるとは島風喜びの極みであります。たまたま入場ゲートが同じだっただけだろ。うわ、テンション低い。駿河殿、やはり島風がついてくるのは嫌でございますか。取り乱すな。別にそれを嫌だと言ったりはしてないでしょう。好きじゃないんだ、こういう派手なところ。さようでございましたか。そういえば海上リゾートにお越しになられるの駿河殿は初めてで。それが何か。しばらく話しかけるのは控えよう。規模が大きかろうと、所詮は演習なのに入れ込むやつの気が知れない。ブツブツ。いえいえ駿河殿、この演習には何かしら重大な開催理由があるようなのです。というような話は今はしないでおこう。何か言いたそうね。いえいえ、そんなことないです。どうかどうかご機嫌をお直しください。駿河殿から視線を逃がす。山城さんと金剛さんだ。来場者の受付をやっておられるようですね。そしてその手前におられるご一行様は。ユニコーンちゃん、パスポートまだ見つかりませんの。これはどこかで小豚ちゃんでも見つけてやってもらおうかしら。ごめんなさい、すぐ見つけてくるから。申し訳ございませんわ。ロイヤルの皆様といえど必ず全員分のパスポートを拝見する決まりになっておりまして。いえ、当然のご対応ですわ。パスポートの紛失はこちらの落ち度、どうかお気になさいませぬよう。あのすぐにスタッフを呼んで一緒に探させますね。揉めているようです。あれ、ひょっとしてパスポートってあれかな。え、駿河殿、パスポートの方向へ、まさか。落とし物はこれじゃないかな。あ、これです。ユニコーンのパスポート、ありがとう、お姉ちゃん。ユニコーンちゃん、もうなくしちゃダメですからね。
あの、本当にありがとうございました。いえ。スルガ、さすがですわ。あら、あなた、ちょっとかっこいいじゃない。私たちロイヤルが恩に報いないとでも。エイジャックス様、素直に謝意をお伝えくださいませ。私からもお礼を申し上げます。この度は本当に助かりました。何かお返しを。はい、はい。それでは。あ、逃げた。追いかけなきゃ。スルガ殿、見届けましたよ。国外の方をしっかりすかさずお助けするとはお見事でした。はあ、また目立っちゃった。スルガ殿、その昔目立ってしまうことで何かあったのでしょうか。まあ今は聞きますまい。島風はこれから先もスルガ殿のお役に立ちたいです。邪魔かもしれませんが、どうかご堂々の許可を。ああ、わかったわかったわよ。じゃあ早速だけど役に立って。はい、何なりと。会場まで案内して。わからないのよ、道。これから本当は油売って過ごすつもりだったのに。残念ながら油はもう売り切れたようですね。ささ、ここまでは来たのです。共に開会式に臨みましょう。ああ、めんどくさい。スピーチする側じゃなくて聞く側でしょうに。耐えてください。休憩終わり。どんどん行きますよ。いらっしゃいますね。ザオシャンハオ、おはよう。その服装、登校の子？うん、よく知ってるね。偉い。ここでどうされました？ひょっとして合同大演習の開会式に？そうそう、みんなの後ろをついていけばなんとかなると思ったら、さっきの人はただの観光客だった。危ない。セーフでございましたな。では共に参りましょうか。うん、いいよ、喜んで。
ピンハイが一時的に仲間に加わったぞ。会場に着くまではピンハイ、オートで戦うね。でも強いよ。だから問題ないよ。ありがたい申し出ですな。まあもっとも、ここから会場まで歩いてあと3分もかかりませんけど。え、そうなの？え、そうなの？休憩終わり。よし、先手必勝。レディース&ジェントルメン。参戦もそうでない皆様も、本日はよく来たにゃ。合同大演習司会と審判を担当する明石と申すにゃ。獣王主催、世界を巻き込む一大イベント。それはうんと綿密な計画をもとにコツコツと練り上げられ、まあ開催が決まったのはつい先週なんだけどにゃ。ユニオン、ロイヤル、鉄血、そして今回支援と協力をしてくれた全ての勢力の皆様、とってもとってもありがとうにゃ。獣王のコネクションはすごいですね。カガさん、頑張られましたね。ドンファンもすぐ名前が呼ばれるようにならないかな。まずは主催者の赤城に初めの挨拶を行ってもらうにゃ。親愛なる世界中の皆様、ようこそお越しくださいました。先の世界親善試合を経て、世界の結束はより固まったものと考えております。ひいてはその力を今一度確かめ合う必要があると考えます。この開会式の模様とこの後に続く演習も、すべて全世界に同時に中継されております。おー、世界の皆様に観戦の素晴らしい活躍を改めてご覧に入れましょう。そして赤城のことだから何かを仕組んでいるんじゃないのかとお疑いの皆様は、ことさら中継内容には見入っていただければと存じます。今回の演習を通じ相互理解がより進み、ひいては世界の結束をさらに強固なものにできればと考えておりますわ。大演習が起こすであろう大きな波、国や人種を超えてその流れが交わり、クロスウェーブを起こすことを望むものです。ありがとうございました。ありがとうでしたにゃ。丁寧な口調を使っても後半ステージのボスキャラ感はなかなか払拭できないのが、同僚としていかがなものかと思うにゃ。巨大なお世話よ。ああ、でも赤城のさっき言ったことは本当にゃ、保証するにゃ。それを裏付けるビッグゲストたちの登場にゃ。まずはユニオンのエンタープライズ、入ってきてにゃ。獣王の、そして世界の皆さん、赤城よりお招きいただき
仲間と共に参上したユニオンのエンタープライズだ。え、本物なの？信じられない。この目で彼女を見られるなんて、島風感激です。おお、よくわからないけど驚いておこう。スピーチは得意ではないので、お聞き苦しいところもあるかと思うが、どうかご容赦いただきたい。先日の世界親善試合では、戦いを通じて獣王の皆様の素晴らしい闘志を見せていただいた。企業を巻き込み、世界中が参画した泥沼の試合となったが、重大な事故もなく、最後は平和を誓い合って終われたことを、参加者の一人として今でも誇りに思っている。獣王の皆様には、私とホーネットとヨークタウンが毎試合半身に緊急修理の包帯を巻いて参加していることについて、どう見られているのか正直心配だったが、ユニオンが我々を通じて獣王でいうブラックに見えるのではないかと。ヨークタウンなど3ヶ月安静にしているようにと医師から言いつけられてしまったところ、仕方ないので3日間だけ休んだりしてたことを。当時いかに人手不足であったかがよく分かってもらえると思う。結局のところ少数精鋭だけで事態に対処するには限界があるということだ。これが分かっただけでも骨を折った甲斐があったと言えよう。今回は教訓を踏まえ、ベテランからルーキーまでいかなる状況も対応できるよう幅広いメンバーを揃えて出場することに決定した。赤木をはじめ、また皆様と同じ舞台に立ち、互いに切磋琢磨できることについて今からとても楽しみにしている。以上だ。ご清聴いただき感謝する。ありがとうございましたにゃ。椅子はそちらですにゃ。いや、得意ではないとか予防線張っておきながらうまくまとめてきたにゃ。そんなにスピーチ頑張っちゃって、次の大統領選にでも出馬する気なのかにゃ。そうね、これ以上有名になるのは控えた方が良いのではなくて。誘ってくれたのは赤木の方じゃないか。ええ、逃げなかったことについては褒めてあげますよ。どう考えてもお前に誘われたら参加しなかった方が後が怖いだろ。ユニオンのジョーク嫌いじゃありません。だけどあまり人様のことをおっかなく言わないでほしいけどね。すまなかった。そうだな、私自身は赤木を怖いなんて思ったことは一度もないぞ。あら、侮られたものね。いやいや、私が全力を尽くせる相手、素晴らしいライバルということだ。そう言いたいだけだ。あっと、ここで握手にゃ。世間では仲が悪いと噂される二人ががっちりと握手を交わしたにゃ。おば、撮ってるかにゃ。あ、言われなくても撮ってた。さすがだにゃ。実はこっそり足を踏み合ってないかにゃ。ウィンドウを消して確認。そんなこともないよにゃ。仲が良くて何よりにゃ。
次のゲストも超大物なんだにゃ。もう呼んでくるのにとんでもなく交渉に難儀したにゃ。本当に本当に苦労したんだにゃ、加賀が。私のことはいいから早く進めてくれ。了解にゃ。それでは見て聞いて驚くにゃ。鉄血のビスマルク、どうぞ。鉄血のセイレーン研究家だ。実在の人だったんですね。すごい。すごい。改めまして、鉄血のビスマルクよ。世界親善試合以来、久々に公衆の面前に姿を現したため、どういう顔をしたらいいものか未だに決めかねている。今この顔で役はこなせているのかしら。ああ、よくやっているぞ。ありがとう。ユニオンのお墨付きもいただいたとは、高くつくのでしょうか。鉄血は今回の大演習について協賛という立場で参加させてもらうが、鉄血による偽装の研究はセイレーンの技術を解析することにより他より進んでいると自負しているわ。そこで D23 とプリンツオイエ、そして U81 をサポート要員として参加させている。ぜひ鉄血の技術の進化を見定めていただきたい。あれ、ビスマルクさん本人は参加しないのかにゃ。私はあくまで監督という立場なので。釣れないにゃ。でもこの人もしかしたらラスボスかもしれないから、今はそっとしておくにゃ。ビスマルクさん、スピーチありがとうにゃ。それじゃあ最後は誰かわかるかにゃ。ロイヤルからこのお方の登場、どうぞにゃ。出てるの羨ましい。はーい、ロイヤル代表のジャベリンです。趣味は弁当作り。最近のマイコーデは。はい、 PR タイムは終了にゃ。うわ、マジか。クイーンエリザベス様とウォースパイトさんの命で大本命に来てもらってるにゃ。フットさん、そろそろ来てにゃ。お待たせいたしました。ご機嫌麗しゅうございます。ロイヤルネイビーの栄光フット、ただいま参上いたしました。フットさん、さすがにエリザベス様は来れなかったのか。ああ、でもフット様ですよ。お美しいですね。その辺は認めるけど、何かビスマルクの様子がおかしいよ。どうしたんだビスマルク、怖がってるじゃないか。
ねえ、いかがされてしまったのでしょうね。ごめんなさい、先に失礼。待て、フットはお前に微笑んでいるぞ。説明するにゃ、ビスマルクさんとフットさんは世界親善試合の時に。ハウルト！にゃ！いや、やっぱりこれ以上言うのはやめておくにゃ。言わなくてもみんなが分かってるわ。うん、因縁あるんだな、ということは分かる。今日フットも来ると分かっていれば。加賀、あなた。私かよ。私は本人の了承のもと会場へお連れしただけだからな。それ以上の役目はない。後のことは当人たちで解決しておくれ。はい、加賀さんのおっしゃる通りですね。ぜひそのようにさせていただこうと思いますが、全ての出会いがうまくいくわけではございません。時と環境、運命のいたずらにより喧嘩別れとなってしまうこともまたあるでしょう。思えば世界親善試合でも後半、試合であることを逸脱したラフプレーが散見され、乱暴な開口もありました。ありました。近いわね。ただ自身の所属する陣営のため、人々のため、熱心に頑張ること自体は誰が否定できましょう。え？私は赤木さんが用意してくださったこの舞台で、今一度私たちロイヤルのメンバー全員でロイヤルネイビーとしてあるべき姿をお見せいたします。そしてそれに応えてくれる全ての人と今度こそ真の友情を育みたいと考えております。それこそ本日の出席はできませんでしたが、陛下のご意思でもございます。どうか皆様よろしくお願いいたしますね。さあ、四陣営の主要人物が揃っている今のうちに、記者さん、撮影タイムにゃ。よし、感情フットボールよろしく。肩でも組んでおくか。この4人で？さすがに無理があるでしょう。仲の良さがアピールできるなら何でもいいのですけどね。どうしようかしら。赤木、握手だ、握手。いいですね、それにしましょう。よろしくて、お三方。おっと、実行委員長の永田様、ナイスなアイディアにゃ。今ここに四陣営ががっちりとお互いに握手にゃ。すごい、皆様やっぱり仲がいいのですね。島風は感激しました。この平和が長く続けばいいけど。さらっと恐ろしいこと言わないで。さて、長い開会式もこれで最後にゃ。明日からの本戦を前に、ここいらで一つ午前試合をやってもらうにゃ。へえ、そんな催しまであるんですね。うわ、早く終わってほしいのに。面白かったけど、聞くだけでも疲れたよ。呼ばれた観戦は前へ出るにゃ。呼ばれないかな。お、ピンハイさん。ピンハイさんが呼ばれるようにお祈りしますね。一人目は獣王の島風にゃ。うへへ、私外れちゃった。なんかとっても片付けない。二人目は同じく獣王の綾波にゃ。おー、
花見ですか。はっはっは、雪風様の幸運のお裾分けなのだ。ありがたく受け取るのだぞ。この後の演習では改良した模擬弾を使うにゃ。見た目は派手でも当たってもあんまり痛くないし、海の生物への影響も極小という超優れものにゃ。なるほど、島風、お互いで試し撃ちをするということです。大丈夫、ちゃんと手加減もするです。それはありがたいですね。手加減モードどうもですよ、綾波さん。はい、と思ったけれど、見物客の中に吹雪たちもいるようです。かっこいいところを見せたいから手加減しつつも本気モードで行くです。どっち？助けて駿河殿、島風このままだと大衆の前でコテンパンにされる。ご指名はあんたと綾波さんだけでしょ。頑張ってきなさいよ。せっかくだから駿河も島風と一緒に向かってくるといいです。面白そうにゃ。許可する。いや、臨機応変な運営って素敵ですね。後輩相手にこれくらいはいいハンデなのです。綾波、何事もほどほどにだぞ。どうやら頑張らなくてはなりませんね。ゆっくりしましょう。あ、はい、いつでもどうぞ。勝利の栄光はどちらがつかむかにゃ。頑張るので。てい、ほい、そりゃ逃がさないで。えい、ほい、てい、逃がさないで。避けてみろ。見切った。えほい、そりゃまだそんな行けますね。とっておきです。てい、行きます。目を覚まそうです。早めに逃がさないで。そりゃ、ほい、そりゃ、てい、そりゃ逃がさないで。同士のガチ演習いかがだったかにゃ。大義だったぞ。会場中の客人も世の妹も喜んでおる。
まったく、獣王の女の子たちは凄まじいな。世界親善試合の時に今の実力で来られたら、私も負けていたかもしれないな。よく鍛えられているぞ。お褒めに預かり光栄よ。あなたにそう言ってもらえると、獣王の上の方々も大喜びだわ。使用していたのは蔵王社の偽装。瞬く間に進歩している。うかうかしてられないようね。まったく、あなたは兵器のこととなるとすぐ目を輝かせて、そういう時だけはまるで子供みたいですよ。そんなところも魅力的ですけど。何が言いたい？はいはい、いつまでも喋り続けてると終了できないにゃ。明日からの本戦にも期待してにゃ。開会式はこれで解散。皆さん、お部屋まで気をつけてお帰りくださいにゃ。ああ、終わった終わった。念のため言いますけど、本戦明日からですよ。お疲れ。綾波といい勝負しててすごかったよ。いや、手加減していただいてましたし、まだまだですよ。ピンハイさんはこの後どうされるんですか？ピンハイが出るのは5日目だからね。当分はホテルでのんびりしてるよ。じゃあね。近くにみなさんがいらっしゃるのに。もう